ちゃんだよ。よいしょ。なみかいありがとうございました。ラフィックのみみありがとう。2月やっとこそ配信ができました。ちょっとね、慌ただしい日々でして、そう、帰ってきたらもう配信がね、なかなかできない時間が多くて、あの、明日も早いから寝なきゃっていう日々が多くて、やっとできました。2月はね、配信多めでいきたいと思っています。お誕生日好きなので。え、これさ、配信できてる？よかったよかった。楽しかったね。そう、久しぶりのツインテール、うん、コメント見えてる。さやちゃんにモーニングコールしてた。そうだよ、そう、この間お仕事の時に、そう、それこそそのちょっと本当にすごくね、頑張った日があって、そう、すごく頑張った日、まあ、いつもだけどさ、それはもちろんけど、そう、朝がとても早い日があったんですね。さくらちゃん、くまみみありがとう。そう、だから、そう、あれなの、さやちゃんに何時までに、あの、さやちゃんから LINE 来なかったら電話してって言われて、そう、その時間まで私もドキドキしながら、さやちゃん起きてるのかしらって思いながらね、ヒヤヒヤしてたら、あの連絡は来なかったので、あわ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 と思って、さやちゃん起きてる、おはようって言って、まあそんなテンションじゃないけど、もうね、優しく、やっぱ寝起きってね、あのキャーって感じだときっとびっくりしちゃうかなって思って、優しく、おはようさやちゃん起きてる、後ろのバッテンってリボンだっけ、リボンです、自分で作りました。このパールのついた布にこのリボンです。みんなはよく私はバッテンだと勘違いされますが、失敗、うう、ね、これ超かわいい。今日何かちにこのお洋服に中薄いやつ、タートルネックみたいなの着てもかわいいねってファッションアドバイスをいただけて、そんないろんな着こなしを知れたおみるちゃんでした。おみるの行けばもう本当に恥ずかしい。こちらクエン酸が 3000mg 入っているものを飲んでいます。すっげー激酸っぱドリンク、失敗。おみるちゃんはこんな遅い時間に行って珍しくない？珍しいかな。そう、でも私はみるちゃんにぴったりに、あの、バースデーメッセージ送りたいから12時前で終わりにするわよ。みるちゃんには内緒ね。そう、セロリ実は食べられるの、甘えだけじゃない自己紹介で、お昼、そう、セロリ食べられるんですよって言ったんだけど、髪の毛はもっと伸ばす予定です。おはぴー目覚まし時計、嬉しい。おはぴー起きて起きて、そうだよ、ストーリーのみやちゃん、え、そう、今日はね、ツイン姉妹だったからずっと二人でヒュ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 ってして遊んでた。ぶちさん、くまみみありがとう。え、そう、ケーキね、そう、なんかあのケーキを、みれちゃんのケーキを運ぶ係だったんですけど、私がで、あの、みれてって言われて呼んでいただいて、で、私がはいって言ったら、あの、このタイミングでケーキを取りに行って、このタイミングでケーキをはけてねって教えていただいたので、大人の方にはいって言って、その通りにね、持ってくのはできたんだけど、あのケーキをはけるタイミングがね、みんながおめでとう、わーいわーいってなって、
で、ミレイちゃんに感想を聞いてる時にシャ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 ってね、私があのケーキをね、はけて、ケーキをと一緒にはけていくっていう設定だったはずなんですけど、私の中ではちょっとミスっちゃったんだよねってってなっちゃって、変なタイミングでケーキを回収してしまって、あわあわしましたね。でも無事にミレイちゃんとみんなで、ミレイちゃんとみんなで、みんなでミレイちゃんのあの誕生日ケーキを食べられて嬉しかったですね。ミレイちゃんが大好きなチョコレートケーキ、マエピありがとう。ちょっと待ってね。わわわわわ、最近さ、お仕事終わったらさ、私髪の毛外して帰ることの方が多いからさ、そうそう、なかなかね、そうクラゲちゃんヘアとかはもうさ、こんなか、え、待って、クラゲちゃんヘア簡易的に今できたんだけど、そうクラゲちゃんは結構ね、あの取らないとね大変、自分でなかなか上手に取れないのよ。はわ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 、てるてると坊主みたい。そうだから、もツインテールはね無事に帰ってくれました。ミルテン作ってくれる、ミルテン、ミルタン、ねえ、意地悪しないだろ。なんでさ、ミルちゃんはさ、ミルちゃんにさサプライズがしたいのに、それをぶち壊そうだなんて、冗談でも寂しいわ。まあでも本当はしないでしょ。お膝どうしたの？え、そう、あのなんかね、踊ってたらパカッて血が出ちゃったの、痛い。でも自分で気づかなくて、そう、自分で気づかなくて、なんかみんなに、え、大丈夫みたいになって、そしたら、え？って言ってみたら、あっ、あっ、あっ、上ちゃんが怪我とか見るの自分のでも怖いのに、もう本当にね、あのね、すんごいね、今年ここに来てきて、あの結構十何歳、あれもうあれだ、あのイコラベさんとの運動会で私はあの転んで、あの大怪我をしたんですけど、それ以来のって感じで、まあまあ今はだいぶ良くなってきてるんですけど、そう、お膝怪我しちゃったの、すりむいちゃって、気がついたら痛ただ、だそう、だから絆創膏を貼ってました。でお膝もなんてね、びっくりだよね。怖い、電気消えた。怖いか、なんだよ、あ、できた、できた。なんで、なんでよ、できた、できた。はあ、もうね、この子のこのビックリングライトちゃんとのね、あのあれ、中もね長いですからね。さくらちゃん、ありがとう。よいしょ、ありがとう。そう、ハワハワすぎたよね。ツインテール、これ部屋さんだよ。なんか、え、なんか頭から出てきた？違う、カーテンのリボンちゃんだった。なんか最近ちょっと取れてきがち、貼り付けなきゃ。そう、ツインテールはこれ部屋さんです。もう私はライブでパヤパヤになったんだけどね、ほらパヤパヤ、おみるちゃんを持ち運べるくらいにはパヤパヤ、ピュ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 って、えい、あー余計なことした。これで一発だったのにね、残念。5周年行きたくなった。え、絶対来て。え、そう、でもさ、膝をついたりさ、パンって座るあれも多いからさ、
曲が、だから大体そうじゃん座るときって。そうだからはぁってなったね。まあだいぶだいぶ、あのね、そうでもなんでね血が出たかちょっとねわかるんだ、ちょっとわかるんだけど、ちょっとね勢いよく膝をつきすぎたな。でもそのね、そう怪我をした瞬間はわからない、多分積み重ねだと思う。いや、おめるちゃん膝乾燥してません、マジ。あの毎日あのおぎちゃんがおすすめしてくれたボディクリームを塗ってるので乾燥は本当にしてないです。チュルンチュルンの、なんなら発酵してます。私の足はちゃんとボディケアはしています。え、てかイコナイゼーパズルのさ、今のなんか何か何の画面あれ、なんかさ私さ本当になんか大将って感じだの。もう本当あれ恥ずかしい、なんであんな、しかもあのポーズしてなんかまだこう首の角度とかがあったらまだ良かったんだけど、こう正面からのさ向き合いスタイルでこう腕を組んじゃったもんだから、もう勇ましくてしょうがない、もう超恥ずかしいんだけど、もう早くなんか変わりますようにって祈ってる。本当になんか笑いそうになっちゃう、あれ見ると。なんのあれ、私どうしたんだろう。今日も可愛くてありがとうとは、おかげさまでありがとう。チョコレートマン、僕チョコレートマン、ちゃんと声も再現してってなっちゃんからあのご要望いただいたので頑張りました。パイパンかい。ハンドメイドを始めようと思ったんだけど、背景のリボンも手作り。いや、リボンはリボンで買って、あの手芸用のボンドでピピピってくっつけた。上の方まである。そう、最近でも私も手芸始めようと思って、今年の目標は自分で一つジャージをデコることです。そう、お休みの日とかにねできたらいいなと思うんですけど、ジャージを、私は可愛いジャージ集めが大好きなのね。お仕事上ジャージの日の方が多いから、そう、でもいかにねキュートに過ごせるかっていうのが私の中で大事なので、そうキュートなジャージをちょっと作っちゃおうかなみたいなのが私の最近のあれです。趣味ジャージ作りです、可愛いジャージ作りですって。可愛くない、やりたいんだ。そう、そう、なんかそう、なんか私の膝って、あ、みんなもそうだと思うんですけど、膝ってさどこよりも骨が強いじゃん。そうだからね、多分ねこう守ってくれるものがねない箇所ですから、膝ってのはね。もうマジでさ、あれ私だけ？あのこれなの、まださこうこうなんかしてる方がまだね、もうそんなに振り切ってるのは分かりますよって感じだけど、なんでしかもなんか組んでるところもちょっと高いんだよな、なんか、ね、めっちゃ恥ずかしい、本当に嫌だ。嫌だとか言っちゃダメだよね、自分が悪いのに。本当に恥ずかしい。次のチャンスがもしあったら、本田さんちょっと首だけはやめてくださいって言われなければ、首の角度をつけようと思います。肩を上げないように、私さ何でも可愛くしようってさ、こう肩をこう入れちゃったり肩を上げたりとかしちゃうからさ、肩を低く、そして角度をつける。おみるちゃん、みるちゃんが星する時のお食事内容なんだろう、ダイエットとかってことかな、星。なんだろう、でも私本当に最近ダイエットしてないんだけど、なんだろう、ダイエットはでもそろそろ周年に向けてちょっと頑張ろうかなって感じなんですけど、でも私お米は毎日食べるし、この間みるちゃんと焼肉も食べたし、いっぱい、本当にいっぱい食べた、いっぱい
しかもみるちゃんってあれなの、あのご飯を食べる、焼肉食べるって言ったら、でもそのみるちゃんと一緒に行った時もあのね、ご飯をいっぱい食べちゃってお腹いっぱいになっちゃったの。ライスの小と中食べたの。お腹ポンポコリンだった、もうすぐ。けどお肉もいっぱい食べたの。あとなんだろう、サラダ。でもサラダなんか、私は今の私、昔はサラダだけとかにしてたけど、でも結局いっぱい食べちゃうんだよね、その分。サラダだけじゃお腹いっぱいならないから、私の場合は。だからサラダだけで痩せる方もいらっしゃると思うけど、私はなんかそれでもまあ良かったけど、最近は普通にご飯とまあいつも通りお鍋とかを食べてます。うーん、お菓子も食べてます。スタバも飲んでます。何に気をつけよう、周年コンサートまでに。でもスタバはちょっとだけ我慢する。週に2回まで、2回か1回で、お腹腹筋を頑張るのと、足のマッサージちゃん頑張るのと、お菓子はちょっとだけ我慢する。でもね、最近ね、あのね、マロッシュのコーラ味がすっごい大好き。こないだの朝ごはんマロッシュだった。萌ちゃんに言ったら、ちゃんとご飯を食べてって。そう、あら、おめでとうございました。いっぱい休んでねえだ、かなたんこちゃん、よろしくお伝えください。本当に恥ずかしいんだけど、ラーメン屋さんの、でもラーメン屋さんの、いや、みるちゃんも手伝ってたら嘘じゃん。でもでもなんか本当に今本当にいっぱい食べてるの、自分でもわからない。そういう時期なのかな。今日もいっぱい食べたよ。今日は帰ってきたからスープ食べて、で、大阪で大好きなサンド食べて、カントリーマームとチョコ食べて、ミレちゃんのケーキをちょっと食べてとか、あと朝ごはんも食べた、いっぱい。一番好きな焼肉は牛タンとユッケ。週三ジム、えら。オペラ飲んだ、めっちゃ美味しかった。マロッシュはこういうしずくみたいな形のグミ、ふにゃふにゃのグミなの。みるちゃんロールモデルだから頑張る。え、頑張らなくていいと思うよ、本当に。いつも通り過ごして。なんかさ、私はね、そう、もちろんみるちゃんみたいになりたいって思ってもらえるのも嬉しいし、そうだけど、おみるちゃんはあのハッピーなみんなが大好きだし、今のみんなが大好き。そうだから、なんかみんなが好きな自分でいてほしい。それがおみるちゃんみたいになりたいだったら嬉しいけど、でも本当にね、なんかね、そう、おみるちゃんも今はとってもね、もうモリ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 パクパク、もういっぱい食べてるから、いっぱい食べてるし、いっぱい運動もしてるし、いっぱい寝てるし、あと何してるかな。そうだから元気なの。あ、私は寝るのが大事かもしれない、一番。本当にあのね、寝ないとね、ヒュードロドロってなっちゃうんだよね。間違えて白目向いちゃった。スタバのホワイトモカ年中売ってる気がする。膝の絆創膏はあの
擦り傷です。あ、たこ焼き食べてない今回。でも私大阪で大好きなサンド、卵サンドと牛肉の食べました。ちーちゃんと一緒に半分こしました。もうね、二人でせーので食べたの。一回間違えて口に入れちゃったんだけど、ちーちゃんがあのもぐもぐするまで待った、噛まないで出して。待って、ゆきなちゃんありがとう。ドレスオムライスいいな。ねえ、さすがに正直すぎない？私いっぱい飲んでるように見えたのにさ、全然さ、なんか半分も飲んでなかった。美味しいです。ちょっとしみるんだよな。はい、あと30分くらいでミレちゃんの誕生日。今年はどうしようかな。ボイスメッセージにしようかな。でもボイスメッセージだと絶対一番になれないんだよな。あ、動画にしよう。コトちゃんありがとう。美味しい顔したい。今日もありがとう。そう、45分とかまでかな。ってか、爪見てほしい。ねえ、可愛くない？さすがに可愛すぎるよね。こう結構2月をテーマな感じでって、なんかすごいね、ネイリストさんになんかこういう感じで超大雑把にねお願いしてしまったんだけどね、もう超可愛くって、もうなんかね、もうベースの時点でキラキラをね細かく入れていただいて、ね、こうキラキラがもう可愛くって可愛くって、本当にもうオーマイガーという感じなのよ。そう、亀裂も入っちゃってたんだけど直していただいて。なんて言ったらわかるかな、シルバーと水色と白っていうの、なんかもうとにかく可愛い、可愛すぎる。うえー、大天才です。ラメグラかな。はわはわ、ちょっと待って、よいしょ。変身をしていました。ジュルリアパピプでしょう、とっても。この地形とは何かいなし、それがるるよ。今日はうまくいってよかったです。多分おみるちゃんバッグの完成。パパパ、そう、ツインテール今日ギザギザなの。待って、私さ髪の毛さ一周できるようになった。超小顔効果の髪型。あのね、インスタにネイルの画像あるよん、最近の。今日楽しかったので日々頑張ります。こちらこそだよ。
今日ね、そう、みんなのね、真似してももちろんだよ。一周待ってちょっとおしゃんだったよね。そう、みんなのペンライトが本当によく見えてね、嬉しかった。どのくらい伝わったかわからないけど、本当にね、もう本当にすごく嬉しかったです。もう全部全部ね、今回結構なんだろうね、レスがいっぱいできる曲系じゃ、ちょっとまだね、お越しいただいてない方のために内緒ですが、本当に見えてたよ。物理的に一番後ろの方でも、ミルちゃんからしたら本当にすごく近く感じて、もうありがとう、めっちゃ見えてるよっていう気持ちでみんなに手を振っていました。そう、そう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 。ヒロインと狼のコール講習間違えた、復習講、復習講座。ヒロインと狼は、おう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 、ふう、せーの、ふう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 とか、だって大好きなんて人いたのに、ふうふう優しくするっていいんだ、ふうふうかな、とか、ふうふうとか、本当かな、本当にかな。確かに、へいへいとかもありますね。でもなんか音源聞くと聞こえてきます、そのあれが、あのコールが。だけど I love you I love you とかも聞こえてくる。そう、レコーディングの時に、そう、その皆さんが言ってくださるコールみたいなのをね、取るの、私たちも。なんか私あんまり大きい声を普段出さないからさ、そういう時だけなの、大きい声出すの。 I love you I love you って地声で、大きい声で、細い、本当に、そう、本当にとか、ふふふふ、絶対酸っぱい顔しないゲーム。ダメだ。でもさ、でもさ、広経験、絶対にあれじゃんね。だってレモン50個だよ。私今レモン50個食べてることになるんだよ。舐めされないで、クエン酸たった 3g ですよ。え、なぜ？本当だ。3000mg って、だって 1000ml は1リットルでしょ。ってことは 3000mg は 3g。はわ。あ、待って、 1000ml は1リットルか？本当に。ちょっと待って、ちょっと、今ちょっと眠いから計算がちょっと。そりゃそうだわな。もうそりゃ酸っぱいわ。クエン酸を 3g、 あの粉のクエン酸をパラパラパラ、わわわわ、悔しい。私はクエン酸 3g に絶対に勝つ。痛いな、この唇がちょっとね、ちょっとしみるんだよな。後から来る。けど
これを飲んだらこのようにだんだん元気になってくる。そう、あのよくさ、あの海教えてとかでもよくあるさ、酸っぱ、あ、痛い、口ぶよが。そう、あのね、酸っぱドリンクは本当に酸っぱいです、本当に。だってブラックミルテンさんがカラシシュークリームすっごく辛かったって言ってたもん。私過去にわさびシュークリームも当たったことあります。マジで辛いです。なんだろうね、あ、多分痛いのが苦手なの。例えば酸っぱくて痛いじゃん、辛くて痛いじゃん、苦手なの。あ、痛い、こう唇についてたレモンが痛い。センブリ茶ね、飲んだことある気がする。うん、苦いのも苦手。じゃあ何が食べられるんですか。そんなこと言わないでください。今日はツインテールだから元気いっぱい、うさちゃん。アンチコンフィチュールの衣装にハイツイン可愛かったな。いきます。チャラリン、マイピーありがとう、マイピー大好き。マイピー褒めありがとう。ありがとうございます。そうそう、ありがとう、ツインテール世界一です、嬉しい、ありがとう。アンチコンフィチュール手ひらひらする振り付け、手ひらひら、どこだろう。にゃ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 、ひらひらがいっぱいだね。さくらちゃん、よいしょ。次の飲み会はさやちゃんとベレー帽を交換するのでお楽しみに。おでこ出しするって言ってたけど、ちょっとね、美女的におでこ出しがちょっとね、あのあまりだったので、ちょっとあの前髪ありにさせていただきました、すいません。さくらちゃんありがとう。さくらちゃん大好きだよ、ありがとう。さくらちゃん褒めありがとう。今日も世界一から嬉しいの話から楽しみにしてね。キャー大好き大好き、ありがとう。続いてゆきなちゃん、明日の朝も配信しようと思っています。何時かはちょっとあのお約束できないのですが、いきますよ。ゆきなちゃんありがとう。ゆきなちゃん大好き、ゆきなちゃんありがとう、褒めありがとう。今日の夏みんな髪型可愛かったな、こういう感じ。え、待って、私もしかしてセーラームーンツインできる、あれ、
え、セーラームーンツインもしてみたい。でもなんかね、最近のもうね、漏れる髪型はね、結構もうクラゲちゃんなんですよ、私にとっちゃ。クラゲちゃん激推しなので、わー、ツインテールラブ。悩み1回楽しかったよ、ありがとう、嬉しい、また絶対聞いてね、ありがとう。わいわい、ラスト、ことちゃん、はわはわ。どうしよう、今日は湯船に浸かるか浸からぬか、ペペッと。いやでも明日の元気を考えたらもう早く寝た方がいいので、ペペッと今日は行こう。成人式のクラゲちゃん可愛いよね。そう、クラゲちゃんは、私は人によって違うと思うんですけど、私はクラゲちゃんの足がね、長いのが好きです。ここがね、このくらいまである方が好き。いくよ、ことちゃんありがとう、ことちゃん大好き、ありがとう、ことちゃん褒め、ありがとう。今日めちゃめちゃとっても幸せだって、お膝を大事に、ありがとう。もう次までには直したい、絶対に。ペペペペペという感じです。お仕事みんなお疲れ様、本当に偉い。お仕事も学校も生活している皆さんも本当に偉いです。あともうちょっとでみえちゃんお誕生日だから、ここら辺で今日は終わりにしようと思うけれど、明日もどうぞよろしくお願いいたします。本当にもう皆さんと一緒にこうやって今年の、今年も今年のお誕生日をあと二十何日後に過ごせること、とっても嬉しく思います。そうだから、本当に何卒今月もよろしくお願いいたします。クラゲヘアと北海道の時のツララヘアって同じです。北海道限定でツララヘアと呼んでいました。そう、私ドビーの真似できる気がする。ドビー目がなんとかかんとかで、なんとかかんとかで、トビは自由な魔法使い、自由ちゃん魔法使いじゃないわ、なんか自由な妖精です。もうちょっと訓練してきます。はい、ということで、あとちょっとで20ちゃんになる。おみるちゃんもどうぞよろしくお願いいたします。19歳、エンジョイできるよう頑張ります。まあなんか今のところ何をしようとか何も考えてないので、10代のうちにおすすめなこととかあったらぜひ教えてください。はい、では皆様、今日も一日お疲れ様でした。のゆみ会に来てくださった皆さん、ありがとうございました。まだ来たことないよ、行ってみたいよ、今度行くよという方はぜひぜひお待ちしております。明日も明後日も、じゃあ明後日も大好きでいてほしいな。じゃあランキング読んで終わりにします。13位マロンさんちゃん、12位ゆいちゃん、11位ひるまさん、10位りつきくん、9位さなちゃん、8位よろちゃん、7位なおぴ、6位わた、5位ぶちさん、4位もえぴ、3位ジュルルルルルルバン、ことちゃん、ありがとう。2位ジュルルルルルルバン、ゆきなちゃん、ありがとう。1位ジュルルルルルルバン、さくらちゃん、ありがとう。ありがとうございました。とってもハッピーハッピーな一日でした。本当にハッピーハッピーハッピー、チピ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 、チャパチャパ、ドビドビダバダバという気持ちです。ありがとうございました。おやすみ。あ、ちょっとツインテール珍しいからスクショタイム急ぎ急ぎして終わりにします。なんかおでこについてない？あ、ホワイトボードのあの子だ。よいしょ。
ありがとうございました。ではまたね、おやすみ。